石橋山の戦い、石橋山の戦いは、平安時代末期の自称四年、1180年に、源頼朝と大馬影市から平氏方との間で行われた戦いである。自称、樹栄の乱と呼ばれる、諸戦役の一つ。義恒木では、小早川の合戦と表記されている。源頼朝は、持ち人王の領事を報じて挙兵。伊豆国木大。 山木兼高を襲撃して殺害するが、続く石橋山の戦いで大敗を喫した。敗走した頼朝は山中に逃げ込み、船で安亡国へ落ち延びてこの地で再去することになる。源頼朝の父源義朝は、若年期坂堂に下校し南坂堂の豪族たちに、強い影響力を有していた。義朝は、方言の乱、平治の乱で、 自らの誠意の及んでいた豪族と共に戦ったが、平治の乱で義友は、無本人となり敗れて殺され、その三男の頼朝は、伊豆国、静岡県に流罪となった。頼朝は、留人の身のまま二十年以上を過ごしていて、その間度胸に精進していたと言われている。その間に頼朝は、北条時政の娘、正子を妻とし、和ずを儲け、伊豆国の豪族北条氏が、 流人の頼朝の被護者となる。自称四年、1180年、後白川法王の子の持人王は、摂津源氏の源の頼政と共に、平家打倒の挙兵を決意。諸国の源氏、藤原氏に領事を送り放棄を促した。その使者となったのが頼朝の叔父の雪家である。4月27日に雪家は昼ヶ小島、または北条館を訪れた。雪は他へも、 領事を届けるたた。めに、にすぐに立ち去っ五月、挙兵計画が発覚し、持人をとよりまさは、準備不十分のまま挙兵を余儀なくされ、平家の追悼を受けて戦死、持人王の挙兵。六月二十四日、慶の三吉康信、頼朝の乳の,の妹の子が平家が、諸国の現実追悼しようとしているので、直ちに、欧州藤原氏のもとへ逃れるようにと急報を送ってきた。 また、源の頼政の孫の源のゆうずなが、伊豆国に行ったが、この追武のため、清盛の命を受けた、大馬影地下が8月に日本領に下校て、頼朝らの緊張が高まった。27日に京より下った、三浦義純、千葉田ねらいらが、北条館を訪れて京の情勢を報告する。一方、この頃伊豆国の元の治行国主であった、源の頼政の廃止に伴い、 伊豆国の治行国主は、平の清盛の議定、平の時忠となり、それによって、伊豆国画の実験は、伊藤氏が握ることになり、源頼政に近かった工藤氏、北条氏は失速していくことになる。またその頃、自称三年の政変に伴う治行国主の変更により、万東各地では新治行国主に近い存在となった、平氏家人や平氏方目題により、 地行国主系の豪族たちが圧迫されており、頼朝が挙兵した場合、旧地行国主系豪族の協力が見込まれることが予想できた。頼朝は、足立森長二元蹴る以来の家人の動向を探らせた。源平清水記によると、旗の義経は、返答を絞り、山内須藤常年に至っては、助殿、頼朝が平家をうとうなぞ、富士山と竹比べをし、 ネズミが猫を取るようなものだと嘲笑した。だが、大場影吉、大場影地下の2位は快諾し、老齢の三浦義明は涙を流して喜び、一族を集めて故郷書を披露して、同心を確約した。千葉恒種、上佐サ常も皆承諾したという。三浦氏、千葉氏、上佐氏はすべて平氏系木台から圧迫されていた存在だった。 頼朝は8月17日をもって拒兵することを決め、まず手はじめに、伊豆木大の山木兼高を撃つことにした。山木兼高は、もともとある人だったが、平野時忠と懇意であったために木大となり、急速に伊豆で勢力を振るようになっていた。また木大であるがゆえに、旧地行国主系の工藤氏、北条氏の攻撃の標的とされることとなった。拒兵を前に、頼朝は、 工藤茂光、土井寂平、岡崎義寂、天野園慶、佐々木森綱、加藤慶連らを一人ずつ私室に呼び、それぞれと密談を行い、未だ公害せざるといえども、一重に何を頼むによって話すといい、彼らは自分だけが特に頼りにされていると喜び奮起する。そして挙兵の前日に至るが、佐々木定綱、常高、森綱、高綱ら佐々木兄弟が参ぜず、 よりともは森綱に計画を漏らしたことを食いるも、挙兵の8月17日、新ん九9月8日、洪水により遅れ、急ぎ疲れた体で兄弟が三着すると、よりともは涙を流してねぎらった。金高の蔵式男がよりともの家の下女と恋中で、その日も来ていた。多くの武者の集まっていると中心される恐れがあるので、用心のため生け取る。 襲撃は朝掛けを図っていたが、佐々木兄弟の地産によって計画が狂ってしまった。頼朝は、病床を待たずに直ちに、山木館を襲撃すべしと命じ、山木と死友を決して生涯の吉居を図らんと、決意をべる。また、山木の館を放火するよう命じ、それをもって、襲撃の成否を確認したいと発した。時生は、今宵は、三島神社の祭礼であるが故に、 牛久和王子は、人が満ちて、襲撃を気取られる恐れがあるから、感動の広島通りを通ってはどうかと進言するが、頼朝は、世も最初はそう思ったが、挙兵の早々であり、感動は用いるべきではない。また、広島通では、牙が難獣する。大道を通るべしと命じた。深夜一行は進発。途中の越えた原で、時勢は、 佐々木貞綱に金高の貢献役の筒見深縁は、優れた勇士であるので、軍勢を分けて、これを打つよう命じた。佐々木兄弟は、深円の館に向かい、この時に、常高が館に矢を放った。吾妻鏡はこれを、元家が平家を制する最善の一矢なりと記している。深円の老中が応戦して、矢戦になり、常高は矢を捨てて立ちを取って突入。 信縁も立ちを取って、組合になった。常高が矢を受けて倒れるが、佐田綱、高綱が加わり、ついに信縁を打ち取った。また、信縁は、高田軍に勢力を築きつつあり、北条氏にとっては競合関係にある豪族でもあった。時政らの本体は、山木間の前に到着すると矢を放つ。その夜は、三島神社の祭礼で金高の老中の多くが、三景に出払い、 木瀬川の宿で主演を行っていた。館に残っていた兵は激しく抵抗。深淵を打った、佐々木兄弟も加わり、激戦となるが容易に勝敗は決しない。頼朝は、山木間の方角を遠望するが、火の手は上がらない。焦燥した頼朝は、敬後に残っていた、加藤敬伝、佐々木盛綱、堀近氏家を、山木間へ向かわせる。特に敬門には薙刀を与え、 これで金高の首を取り持参せよと命じた。軽角、森綱は山機関に乗り込み、ついに金高を撃ち取った。館に火が放たれことごとく燃え尽きる。襲撃隊は仏業に帰還し、頼朝は庭先で金高主従の首を見分した。十九日、頼朝は金高の親戚の次第部千代屋の伊豆国川屋、送り屋での秘宝を停止させる命令を発給した。 東鏡はこれを関東ご姿勢の始まりであると突起している。木代である山木兼高を倒しても、頼朝の兵力のみで伊豆一国を掌握するには程遠く、平家方の攻撃は時間の問題であった。頼朝は相模国三浦半島に本拠を置き大きな勢力を、有する三浦一族を頼みとていたが、遠路のためになかなか三着してこなかった。八月二日、 頼朝は、わずかな兵で、伊豆を出て、土井實平の所領の相模国土秘境、神奈川県湯河原町まで進出。これに対して、兵家法の大馬影地家が、またの影久、渋谷茂国、海老名金、熊谷直實ら三千余儀を率いて、迎撃に向かった。二十三日、頼朝は三百騎を持って、石橋山二陣を構え、持ち人王の領事をお旗に高く掲げさせた。 谷一つ隔てて、影地下の軍も不尽。さらに、伊豆国の豪族、伊藤助地下も三百機を率いて、石橋山の後山まで進出して、朝の背後を塞いだ。この日は、大雨となった。そのため、増援の三浦軍は、佐古川の増水によって足止めされ、頼朝軍への合流ができなかった。前日に、三浦一族は、頼朝と合流すべく進発しており、 途中の影地下の盗塁の館に火を放った。これを援護した影地下は、三浦勢が到着する前に私有を消すべしとし、野戦を仕掛けることにした。暗夜の暴風雨の中を、大場軍は、頼朝の陣に襲いかかる。平家物語によると合戦に先立って、北条と木政と大場影地下が名乗り合い、言葉戦いをした。影地下は、 自らが、あと三年の役で奮戦した、鎌倉影正の子孫であると名乗り、これに時制がかつて、原義家に従った、影正の子孫ならば、なぜ頼朝公に弓を引くと言い返し、これに対して影地下は、昔の主でも今は敵である。平家のご恩は、山よりも高く、海よりも深いと応じた。頼朝軍は力戦するが大勢に、無勢で叶わず、 岡崎義兼のこの真田与一義忠が内死にして、大敗した。平家物語、原平聖水期などには、真田与一、真田余一の奮戦が伝えられ、この地には与一を祀る真田霊社が創建されている。大馬軍は勢いに乗って追撃し、頼朝に心を寄せる大馬軍の言いだけぎの手引きによって、頼朝らは辛くも、問いの杉山に逃げ込んだ。翌二十四日。 大馬軍は追撃の手を緩めず、逃げ回る頼朝軍の残党は、山中で激しく抵抗した。頼朝も弓矢を持って自ら戦い百発百中の武芸を見せた。散り散りになった頼朝軍の武士たちはおいおい頼朝の元に集まり、頼朝は布石の上に立って、これを喜んだ。土井寂平は、人数が多くてはとても逃れられない。ここは、自分の領地であり、頼朝数とならば、 命をかけて隠し通すので、皆はここで別れて、雪辱の機会を期すよう進言し、皆これに従って涙を流して別れた。北条時政と次男の義時は、甲斐の国へ向かい、着男の宗時は別路を向かったが、宗時は途中で、伊藤助地下の軍勢に囲まれて討ち死にしている。大場軍は山中を、くまなく捜索した。大場軍に、梶原景時という武士がいて、 頼りの居場所を知るが女王をもって、これを隠し、この山に人跡なく、向こうの山が怪しいと、影力を導き、頼りの命を救った。このことが縁で後に陰時は頼りから徴用される、ことになる。土井、現在の湯河原町の杉山の人戸の岩屋がこの、エピソードにまつわる伝説の地として伝わっている。また、隣町である、 神奈川県の真鶴町真鶴漁港にも、人との岩屋が存在し、2箇所あることから、頼朝は、房総半島へ渡るまでに、いくつかの場所に身を隠したのではないかと言われている。人との岩屋の由来は、追手が、人とと言われる鳥が急に飛び出してきたので、人影がないものとして立ち去ったと言われている。頼朝と交流すべく所領の三浦半島を出た、三浦義澄。 和田義盛ら三浦一族五百騎は、マリコ川、佐古川のあたりまで来ていたが、豪雨の増水のために、とかできずに行ったところ、頼朝軍の敗北を知り、引き返した。三浦一族は、鎌倉の由比ヶ浜で、平家方の畑山重忠の軍勢と遭遇。和田義盛が名乗りを上げて、双方退治した。同じ東国武士の見知った中で、遠跡も多く、和平が成りかかったが、 遅れてきて、事情を知らない、吉森の弟の和田義持が、畠山勢に打ちかかってしまい、これに怒った畠山勢が応戦。吉持を死なすなと三浦勢も攻めかかって、合戦となった。双方に少なからの打ち死にした者が出た。停戦がなり、双方が兵を退いた、小坪坂合戦、小坪合戦。26日に、畠山重忠、川越重より、 江戸十長ら平家方の大軍が三浦半島に押し寄せた。三浦一族は本拠の木の笠城で防戦するが、先の合戦で疲労していたこともあって支えることができず、城を捨てて船で海上へ逃れることに決した。この時に十九歳の三浦義明は源時類代の家人として、その最高に立ち会うことができた。これほどの喜びはない。武衛。 よりとものために、わが老命を、ささぐげて、子孫の勲行を募らん。皆は、彼の生死を確かめよと言って、一人城に残り、討ち死にしている、絹ヶ城合戦。よりとも、サ一行は、箱根権現社別等行日にかくまわれた後に、箱根山から、真鶴半島へ逃れ、船を仕立てて、現在の岩海水浴場、神奈川県真鶴町から出港。 加藤慶院らは、海の国に落ち延びた。自制も落ち延びた。頼朝らは、会場で、三浦一族と合流し、安望国を目指して落ち延びた。なお、頼朝が、真鶴町に逃げ込んだ際、食事の世話などを親切にしてくれた三人の村人に、五種、五味、青木の生を与えたと伝えられている。真鶴町で、青木生は3,521世帯中299世帯で、 ある。平成十五年六月時点。九月、安房においては、頼朝は再挙し、安在氏千葉市、カズ氏などに迎えられて、房総半島を進軍して、武蔵国へ入った。兵主方木代に圧迫されていた、千葉市、カズ氏などの東国武士が、兵主方木代や兵主方豪族を打ち破りながら、続々と参集して、一ヶ月かけて、数万機の大軍に膨れ上がった。 その後、武蔵豪族を味方につけ、10月6日に頼朝は鎌倉に入る。10月20日に藤川の戦いにて、武田信義らの海原寺らとの同盟により刑から派遣された平これ森の軍勢を撃破した。この後、佐竹氏、新田氏などの頼朝に従わぬ豪族たちとの対立を、聖師頼朝は坂東の派遣を徐々に確立していくことになる。石橋山の戦いで頼朝を破った。 大場影地下と伊藤スケチカは平家方に合流しようとするが失敗し、影地下は降参するが許されずに切られ、スケチカは捕らえられ自害した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。